神宮寺雄太のインスタライブで衝撃告白。INZM の歌詞に隠された、3の秘密を語る。メンバーの熱い思いが明らかに。神宮寺雄太のインスタライブ、あなたは見ていますかあの爽やかな笑顔、時に見せる真剣な目差し、そして何よりもファンとの距離の近さ、彼の配信は、まるで私たちを彼の世界に招待してくれるような、温かくも刺激的な時間です。 最近の放送では、シンが作曲した MV、INZM の話題が多い。彼らの楽曲、INZM は、中毒性のあるメロディーと力強いパフォーマンスで、ファンの間で大きな話題となっています。INZM の歌詞には、数字、3が頻繁に登場するのですが、その意味については、様々な憶測が飛び交っています。中には、メンバーそれぞれの誕生日が、 3に関係しているという説や、楽曲の制作過程で、3という数字が特別な意味を持っていたという説も、先日、神宮寺勇太は自身のインスタライブで、この3の謎について、ついに口を開きました。実は、この INZM の歌詞の3には、特別な意味があるんだ。僕らメンバーが、この楽曲を通じて、i l i z ファンに、 稲妻のように光を届けたい、という強い意志を込めたんだよ。そう語った神宮寺雄太の言葉は、ファンを熱狂させました。彼らが INZM というユニット名を選んだのも、ILIZ に栄養を与えられる存在でありたいという願いを込めたものだと明かされました。さらに、神宮寺雄太は、楽曲制作の裏側についても、貴重な情報を公開しました。彼は、3月頃から、 INZM の企画が動き出したことを明かし、楽曲の制作過程やダンスの振り付け、そして海外での撮影に至るまで、さまざまな苦労や喜びを語りました。僕たち、本当にこの楽曲に命をかけて作ったんだ。歌詞一つとっても、メンバー全員で何度も話し合って、最高の表現を探し続けた。ダンスも、海外での撮影も、すべてが僕らにとって初めての挑戦だった。 彼の言葉には、楽曲に対する強い情熱と、メンバー同士の深い絆が感じられます。INZM の歌詞、ダンス、そして MV、あらゆる要素が、彼らの強い意志と情熱によって形作られていることを知ると、楽曲に対する理解は深まります。そして、聴けば聴くほど、楽曲に込められたメッセージが心に響いてくるのです。しかし、神宮寺勇太のインスタライブの魅力は、 楽曲の解説だけではありません。彼の飾らないキャラクター、そしてファンとの距離の近さは、多くの人を引きつけます。彼のライブ配信は、まるで友人との会話のような、リラックスした雰囲気に満ちています。ファンからの質問に丁寧に答える姿、時には冗談を交えながら笑わせる姿、彼の飾らない姿は、視聴者を彼の魅力に引き込みます。時に彼は、 自身のプライベートな話を披露することもあります。ペットの話や趣味の話、そして過去の思い出話、彼の素顔を見せることで、ファンとの距離はさらに縮まります。最近、タグを買い始めたんだ。名前はズマって言うんだけど、この名前、実は、INZM と関係があるんだよ。そう笑って語る彼の姿は、まさに、アイドルという言葉では言い表せない。 人間味あふれる魅力を感じさせます神宮寺勇太のインスタライブは単なる情報発信の場ではありません。彼の言葉と笑顔はファンに希望と勇気を与え彼らの人生を彩る存在となっています。彼の配信はまるで私たちを彼の心の奥底に招待してくれるような温かくも刺激的な時間です。彼はそこにいる私たち一人一人に心を込めて語りかけてくれます。 これからも、神宮寺由太のインスタライブから目が離せません。彼の言葉は、きっと、私たちの心を動かすでしょう。そして、あなたはどんな思いで、彼の配信を見ているでしょうか。彼の言葉に共感したあなた、彼の笑顔に癒されたあなた、彼の歌声に心を奪われたあなた、神宮寺由太のインスタライブは、私たちに多くの感動を与えてくれます。これからも、彼の配信を通して、 彼の魅力を存分に感じていきましょう。2024年の春が訪れる少し前、まだ寒さが残る3月のある日、神宮寺雄太は自宅の一室で一人、ノートに何かを書き込んでいました。彼の頭の中には、未来へのビジョンと、それに伴う責任感が渦巻いていました。彼は単なるアイドルではなく、ファンや仲間たちと共に歩む存在でありたいと強く願っていました。その思いが、 INZM というプロジェクトの始まりでした。彼が抱く稲妻のイメージ、それは一瞬で全てを照らし出す力強い光として、彼と彼の仲間たちがファンに対して与える影響力を象徴しています。神宮寺は、この稲妻としての存在を、自分たちの使命として捉えていました。彼らはファンにとっての栄養となり、エネルギーを与える存在でありたいと考えていたのです。彼がプロジェクトに取り組む中で、 特にこだわったのは、3という数字でした。この数字には、彼にとって特別な意味が込められていました。それは、三味一体のように、神聖でバランスの取れたものを象徴しているのです。彼の心の中には、常に三つの要素が存在していました。それは、夢、努力、絆です。彼はこれらを、彼自身の信念とし、常にそのバランスを保つことで、 自らの成長を遂げてきました INZM のプロジェクトが進行する中で、彼はメンバーたちと共に幾度となく話し合いを重ねました。歌詞に込められたメッセージ、ダンスの振り付け、そしてビジュアル面に至るまで、すべてが緻密に計算され、作り込まれていきました。彼はその過程で、これまで以上にメンバーたちとの絆を深めることができたと感じていました。彼らは、 同じ目標に向かって進む仲間であり、互いに支え合う存在であったのです。特に海外での撮影は、彼にとって大きな挑戦であり、同時に貴重な経験となりました。異国の地で、自分たちがどのように受け入れられるのか、期待と不安が入り混じる中での撮影でしたが、彼はその瞬間、すべてを楽しもうと心に決めていました。プロジェクトが完成に近づくにつれ、 神宮寺は自分たちが作り上げたものに対する自信と、同時にそれをファンに届けることへの期待で胸を膨らませていました。彼が大切にしていたのは、単に良い作品を作ることではなく、それを通じてファンとの新しい絆を築くことでした。彼は常に、ファンのことを第一に考え、彼らに何か特別なものを届けたいと願っていました。その思いは、INZM の隅々にまで反映されており、 それが作品の持つ力強さや、ファンとの共鳴を生んでいるのです。神宮寺優太が自らのインスタグラムを通じて、プロジェクトの進捗や舞台裏をファンに共有したとき、多くのファンが驚きと喜びを持ってその情報を受け取りました。彼の言葉一つ一つが、ファンにとっては新たな発見であり、また彼との絆を感じる瞬間となりました。特に、彼がプロジェクトの名前に込めた意味や、歌詞に込められた、 3という数字の意味を知ったとき、ファンたちはその深い意味に感動し、さらなる期待を抱くようになったのです。また、彼が語る中で、ファンたちは彼のプライベートな一面にも触れることができました。彼がパグを買っていたことや、その名前を、ズマンにすればよかったと冗談を交えて語る姿は、ファンにとって親しみを感じさせるものでした。彼のインスタライブでは、岸君とのやりとりが微笑ましく、 二人の間に流れる特別な絆が垣間見える瞬間が何度もありました。それは、単なる仕事仲間としての関係ではなく、互いに尊敬し、信頼し合う友人同士の関係であることが伝わってきました。プロジェクトの公開に向けて、ファンとの交流がますます深まる中、神宮寺は改めて自分たちの存在意義について考えるようになりました。彼は、稲妻として、ファンにどのような影響を与えることができるのか、 そしてその影響がどのように彼らの生活や未来につながるのかを真剣に考えていました。彼にとって、ファンとの関係は一方的なものではなく、互いに影響し合い、成長していくものであると考えていました。そのため、彼は常にファンの声に耳を傾け、彼らからのフィードバックを大切にしていました。プロジェクトが完成し、いよいよ公開の日が近づいてくると、 彼の心の中にはさまざまな感情が渦巻いていました。期待、興奮、不安、そして達成感。そのすべてが彼の中で一つとなり、彼をさらなる高みへと導いていました。彼はこのプロジェクトを通じて、自分自身の成長を感じるとともに、ファンとの絆が一層深まったことを確信していました。そして、その絆こそが、彼にとって最も大切なものであり。 それが彼のこれからの活動の原動力となるものでした。プロジェクトが公開された瞬間、彼は画面の向こうで、それを見守るファンの姿を思い浮かべていました。彼らの笑顔、驚き、そして感動。それらすべてが、彼の努力が実を結んだ証であり、彼にとって何よりの喜びでした。彼はその瞬間、自分たちが、稲妻として、ファンに何か特別なものを届けることができたと感じました。 そして、それが彼の今後の活動に対するさらなるモチベーションとなりました。この物語を通じて、神宮寺雄太という一人の人間の成長と、彼が築き上げた絆の深さを感じ取っていただけたでしょうか。彼はこれからも、自分自身の信念を持ち続け、ファンと共に歩んでいくことでしょう。そして、その歩みが、また新たな物語を生み出すことになるでしょう。さて、 あなたはこの物語の中で、どの部分に最も共感を覚えたでしょうかまた、彼がこれからどのような道を歩んでいくのか、どのような未来が待っているのか、一緒に考えてみませんか